またいつでもどうぞ。おはよう、ライザー。積極的で。おお。これ取引か。これでいい取り。これ取引か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 。今後も一緒に。どこに行くの？ここくらいなら平気じゃないかな。なんだか胸がドキドキする。冒険ってこういうものなのね。木は島で採れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。よいしょ。クラウディアさん、援護を。そこ、いや、はあ
このライザー行くよ。何を使おうか。戦況を変えるよ。助かりました、ありがとうございます。当てる、動いて。ライザさん、お願いします。クラウディア、行くよ。こんな正解。油断は禁物だよ。そこ、ワクワクするね。何作ろうかな。よいしょ。すごくいい形の石だ。けどライザー、形はどうでもいいとか言いそうだな。とりゃー、これはいい気よ。私が保証するわ。よーいしょ。あった、これこれ。確か前にこんなの撮ってたような。準備っと。ちょっと考えてみよう。私が知ってるのは、推理開始。これの情報は、推理開始。
扉が。なんで開いてるの？勝手に開閉するようなものでないとするなら、僕たちがやった何かに反応したのかもしれない。でも私たち何かした？食台に火を灯した。それだ。よくよく考えてみれば、この扉には炎の模様が描かれていた。なるほど。ってことは食台に火を灯すのが鍵だったんだね。やけに火に関係したものが多い印象だけど、この遺跡を作った人たちは炎とかを信仰してたりしたんだろうか。わからんが、この先にも待ち構えてるだろう仕掛けのヒントにはなるかもしれんな。じゃあ扉も開いたし、先に進んでみよう。レント君、ライザたちがどこに行ったか知ってる？町の南に行ってるんじゃねえかな。詳しくは知らねえけど。南、それって廃校のこと？そういや、鉱山がどうとか言ってたっけな。ま、絶対にそうとは言えねえけどさ。もし廃校に行ってるならちょっと心配だわ。なんかあるのか？レント君はあそこがどうして廃校になったか知ってる？知らないけど、廃校のできる理由なんて限られてんだろ。掘り出したい鉱石とかが出なくなったとかさ。俺の生まれ故郷の近くにもあったよ。坑道だけ残ったままになった廃校がな。確かにそれが普通だと思うけど、あそこはそうじゃないの。あそこは資源豊富な鉱山で、廃校になる直前までたくさんの鉱石が取れていたの。今でも掘れば掘っただけ鉱石が取れるのは間違いないって言われてるわ。事故でも起きたのか？本当かどうかはわからないんだけど、坑道を掘ってる時に遺跡を掘り当てたんだって。遺跡は確かにあったぜ。俺も見たからな。明かりが切れそうだったんで引き返してきたけどな。本当にあるのね。私が生まれる前の話だから、ずっと本当かどうか知らなかったんだけど、遺跡周辺で凶暴な魔物が現れたんだって。それで結構な被害が出たってことらしいわ。なるほどな。そりゃ廃校になるわけだ。でも町の近くでそんなことがあったって知れたら大騒ぎになるでしょ。だから関係した人たち以外には知られないようにして、そのまま廃校にしたんだって。それ以降、私みたいに知ってる人もいると思うけど、もう誰も行かないし、魔物も現れてないし。昔の話だからってみんな今はもう特に気にしてないみたいね。それにしても遺跡の話って本当なのね。ライザたち平気かしら？ライザたちなら心配いらねえよ。俺が行った時にも魔物なんていなかったしな。その時は魔物に出会わなかっただけだとしたら、ライザたちだけで本当に平気かしら？俺がいなくたってそうそうやられねえさ。平気さ、あいつら。
すごいわ。ここなら探しているものが。けど木の根っこが邪魔で進めないところもあるし、ここの探索は一筋縄じゃいかなそう。そういえばさっきは門番の人もいたから大きく言わないようにしてたんだけど、セリさんが探してるものって？古い植物。植物？どんな？それは答えられないわ。私もわからないから。ただ古の時代から存在しているような、そういう植物。それならこの辺にありそうですね。古い遺跡にこんな木の根っこがいっぱいあるんですから。そうね。これがいつから生えてるかは知らないけど、おそらくすごく昔の植物だと思う。ええ、私もいろいろ調べて、この辺りにはそういうとても古い遺跡が残されていることを知ったのよ。そしてある言い伝えを聞いたの。遺跡には古くから生きている植物があったって。そっか。そんな時偶然僕たちの話を聞いて一緒に来たいって言ったんだね。こうして実際に植物はあったわ。まだ木の根しか見えないけど。遺跡と同じくらい古の時代から生きる植物か。面白い。ロマンがあるじゃねえか。探検家魂に火がつくってもんだぜ。古の時代から生きる植物。確かにこんなにあちこちに根が張り巡るくらいだし、遺跡の奥にはとんでもなく巨大な木があってもおかしくはないね。葉っぱとか花とかもあるかも。セリさん、私たちも一緒に探すよ。そんなすごい木があるなら絶対見たいもの。ありがとう。それじゃあこの根をたどっていきましょう。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。やった、手がかり発見。そして改めて触ってみると砂の感触って気持ちいいな。燃えろ、ワクワクするね。よいしょ。石だってやり方次第で立派素材になるのよね。Thank you.
でも原石でもないただの石。よいしょ。本当にこれを材料にするの？取れた。金属は本当に何にでも使えるからね。持てるだけ持っていこう。この手がかりからどんなことがわかるかな。よいしょ。比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。よいしょ。取れた。平気です。これくらい持てますから。あんた、これこれ。
また鍵穴も何もないドア。今度はどうやって開けるんだろう。周りにヒントがあるかもしれない。ちょっと探してみよう。これって太陽の模様だよね。何か意味があるのかな。炎が我々の力の象徴だ。誰？そうだ、我々は炎によって守られている。これ夢？常に炎を絶やさぬよう、周囲の者は炎の力によって作動するようにした。絶やさぬ炎も作った。常に炎と共にあらんこと。聞こえなくなった。何なの今の。また扉が燃えて炎が広がって白いところで声が聞こえて、みんなは見てないの？